加瀬さんと私は女の子同士だけど付き合っています。加瀬さんは隣のクラスの女子でとても美人でかっこよくて、ピュアユリ青春ダイアリー加瀬さんシリーズはウィングスで連載中。コミックス最新刊桜と加瀬さんは5月20日頃発売です。山田と私は女の子同士だけど付き合っています。私山田ともっとちゃんと付き合いたいんだ。キスだけじゃなくて。ピュアユリ青春ダイアリー加瀬さんシリーズはウィングスで連載中。コミックス最新刊桜と加瀬さんは5月20日頃発売だよ。